資金三天文台は中華人民共和国南京資源部区にある中国科学院の天文台である。資金三天文台資金三天文台は多くの水星や小惑星を発見したことで有名で、小惑星はトロヤ群のケブリオネスなど147個を発見しており、多くの場合、中国の都市や省の名前、科学者などから命名していることが特徴である。 天文台がある四金山とは、南京の東にある山で、古くは民を建国した、主元省の墓所や近代中国の父村文の墓所がある。天文台の所在地は、太平天国の天保堂跡でもある。天文台は1929年に計画、建設され1934年9月に完成した。元の名称は、中央研究院天文研究所である。中国が最初に、 自力で建設した近代的天文台として、1996年に中華人民共和国の全国重点分物保護単位に指定された。なお事務局は南京市平均に指示2号と都心部にある。1980年代以降は南京市外に隣接するため公害がひどくなってきたことから実際の観測機能は青海省。 デディン橋など各地に設けられた観測所に移転され、南京の施設は科学教育拠点などとして使用されている。ありがとうございます。